はい皆さんおはようございますビロガーのアリです初めの方もいると思いますので自己紹介させていただきますビロガーのアリことビデオブロガーのアリですこのとりあえずじってみた古跡起こっているニュース出来事を皆さんに紹介していくものですということで2012年2月9日、えー、木曜日なんですけど速報、えー、入ってきましたえー、なんとなんとですよ、えー、女優の黒木メイサさんの歌手の赤西仁さんが結婚しましたかしかもしかもなんとできちゃった結婚妊娠してるは 彼女は妊娠2ヶ月とということでですね黒木メイスさんと赤いじんさんは、えー、ちょこ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 、えー、っと一緒にいるとかそういう報道がされていたまあ数年前が知り合いだったということなんですけど先月の1月から、えー、ちょこちょこと二人がデートしてるとかまあ多分、まあ、その頃も妊娠してるからね、まあ、いろいろこうまあいろいろ準備してるとは思うんですけどでその情目的情報が見られていたということで、えー、今回は結婚するという報道がされています。で えそれに加えて、えー、できちゃった結婚ですね、2ヶ月、あ、できちゃった結婚、できちゃった結婚じゃないですね、ごめんなさい、えー、と妊娠2ヶ月ですね。ショック、ショック、ショック。ショック。ということで、皆さん質問です。今回の、えー、黒木メスさんと赤西仁さんの、えー、結婚、そして、えー、妊娠2ヶ月について、えー、皆さんはどう思いますかぜひぜひ、<laughs> 下にコメント残してください。よろしくお願いします。ということで、うん、朝ですね。以上、ビロガンアレでした。じゃあ、また